今度は一人用なんだね。マシナ君、こっちも向いて。はい。はい。今回のしか短いよ。もう一個、もう一個じゃないですか。うん。あれ部分的に乗ることもできるんだね。次90なんだ。あ、そういうこと。だんだん安くなるって。次90、40。おや。まあ。この過程でさ、あれだね、どこに何が分かるか分かりやすいからいいね。今のうち覚えとけっていう。なるほど、回りやすいね、これ。エスカ使うと本当にもう使えなくなるんだけどね。ガツミヤか、これも取っとくか、先に。から水に来ちゃう。次引いた今日だよ、俺。ダメだな、影になっちゃう。はい、来た。よし。どちら？お、なんかあんじゃん。いい度胸だな。お、なんで？すごいいいもんじゃん、これ。もう使えって、やばい。しかも一眼レフを出せれるようになってんじゃん、これ。お、すごい。ベストスポットじゃん。これすごくね。角度調節しまくったね。今のうちにやっとくか。動画にしよう。もちろん立っていいよ。もうちょっと、お前手前だわ。この辺かな。よし、オッケー。これで、こう。例のやつ。消えた。あのカメラスタンド、スマホも置けるようになってるのかな、一応。いや無理だな、くぼみが違う。あれ、あ、多分ね、俺使い方見せてたけどね、あの後ろのくぼみ、多分あれ台が回転するんだよ。回転して多分ね、本来はね、こうレンズ多分カシャンってここ置けるんだよ。こういう風になるんだよ。なんバカだな、使わんかったんだな。まあ後で使うチャンスあるんだろう。よし、ここまた行こう。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。かっこいいね、この画像。こういうのを撮れればいいんだけどな。え、これ撮るの？これを撮るの？まさかの。じゃあ星野、ここは頼んだ。エスカーにようこそ、ポロリ君。わ、アクマさん、エスカーで竹登って、ワクワクの時間だ。ワクワクさん、エスカだ。ウィスカ、おいちゃん、おいおちゃん、おおちゃん、おお、ゆるさん、絶対来ると思った。あれ何、あれ何、滑り台。滑り台。そうそう、適当すぎね。あ、サムエルクッキング園か。あれ時間わかんないんだよね。あれわかんない、あれ時間見とこうか。